こんにちは、速稼塾の久保です。まあ吉田さんがね言われてたように、私もですねたびたび言われることがありますけども、なんでそこまでできるんですかとかね、まあ、久保さんって寝てないイメージあるんですけどみたいなね、そんなことはないです。私もねしっかり睡眠取らせてもらってますし、自由をもう心行くまでエンジョイさせてもらってます。まあ自由だからこそこうやってねたくさん動画が撮れるのかもしれませんし、自由だからこそ例えばね画像もたくさん撮れると思うんですよ。まあ、昨日もね、私思い出迷子っていう YouTube のコーナーをやってるんですけども、この思い出迷子のコーナーっていうのは、私が幼い頃思い出のある場所とかお店とか人に会って、その思い出話をね一人でしているってやつなんですけども、私がね小学生の頃に通った駄菓子屋さん、当然今潰れてます。駄菓子屋さんのおばあちゃんもね、当時おばあちゃんだったんで今もうご存命じゃないと思うんですけども、まあ、その跡地に行って、当時はこうだったよね、あだったよねって話したりするんですよ。まあそういうふうなね思い出話をできるのも結局暇だからなんですよね。そして私がね、なんでそんなにできるんですかって言われたら、そこまでやってるつもりはないんだけども、なんでねいろんな行動ができるのかっていうのは、もう一重にねこの自由を感じ続けたいからなんですよ。時間的な自由もそうですし、金銭的な自由もそうです。それからやっぱり後腐れがないっていうかね、もう思い残すことがないってやつですかね。思い出迷子のコーナーもずっと私がねやりたかったノスタルジーではあるんですけども、あと今この瞬間に目を移すと、やっぱり何といっても私の場合車ですね。こうやって時間とお金の自由ができた時に、あ、俺って本当に車好きだったんだとかね、まあ車が好きって言っても、改造したりね、なんかこうカチャカチャいじったりとか走りまくったりっていうのではなくて、所有する喜びですよね。その中でも厳選した1台が欲しいなっていうのが、まあナイトライダーだったりね、それから今回のセルシオだったりするんですよ。ベルファイアに関しましては、どちらかというとどうしても欲しいというよりも家族カーとして欲しかったって感じですかね。だからベルファイアに関しましては、私が欲しいというよりも必要だったっていう言い方になっちゃうかなと思います。だから一番使用頻度高いんですけども、私がね大好きなのはね、セルシオの、まあ、見た目とかナイトライダーの当時の興奮とかっていうことかなと思います。これもだからお金がないとできないじゃないですか、維持できないじゃないですか。まあ、ですんで一刻も早く自由なお金が欲しかったし、それからね時間的な自由ですよね。お金の自由が手に入るのと同時に時間的な自由も手に入るようになりました。この時間を何に使うかというと、冒頭でお話しました思い出迷子みたいな動画を撮る、そんなね自分一人のためのシリーズだったり、あとね時間があることによって、なんていうんですかね、街の細かいね名所を巡ることができるんですよ。名所って言っても誰かの作った名所じゃなくて私なりの名所なんですよ。例えばね辻堂ってあるんですけども、ご存知ですかね。辻堂ってのはね、なんかこう木で作った屋根があって、で棒が立ってて、その真ん中にお地蔵さんがいるみたいなね、そんなやつがあるんですよ。お寺の小さい版みたいなのが、それがどんな町にも必ず何か所かあって、そこを巡る旅とかをしてるんですよね。何の役に立つのかなと、何の役にも立たないんですよ。ただ興味があるんですよ。それから誰も通わない神社とかね、お寺とかこういうのに行って、なんとなく神妙な気持ちになるみたいなね、そんなのも好きなんですよ。で割と、この社会にはそういった無料で活用できる公共資源っていうのが公園以外にも結構あってね、そういうところに行くのがなかなか楽しいかなっていうところですね。まあそういうふうに時間とかお金ってものが自由になるためには、私何やってもいいと思うんですよ。これ一言で言うと、自由があれば何もいらないっていうことなんですけどね。私が一生懸命毎日のようにお仕事をした時って、借金を返すためなんだけど借金ができてました。それが30代の全ての私の行動だったんですけども、ただ多くの人がやってるのと同じように、どこかに通って何かをしてお客さんに触れて金銭のやり取りをして、プラスだったのかマイナスだったのか、でほとんどマイナスだったんですけどね、そういう人生を積み重ねていって、真面目にやってるのになんで自由がないんだ、なんでお金がないんだと思ってました。でもここで思ったのはね、真面目にやることが金銭的な自由を手に入れることではないってことなんですよ。もちろん真面目にはやらないといけないと思うんですけども、真面目の方向を間違うと、行動は真面目なのに結果が不真面目だってこともね起きてくるわけなんですよ。結果が不真面目ってのはどういうことかって言ったら、十分に報われないってことなんですよね。おそらく多くの方が毎日悶々とする中で、何かを一生懸命やって思いを巡らしているんだけども、なかなか理想の人生に出会えなかったり、
どんどん自暴自棄に陥っていったりなのかなと思うんですよ。で、一人にそれはですね、進むべき方向に進んでないからなんですよ。お金を手に入れようと思ったらどんな方法があるかっていうと、本当単純に言いますけども、 YouTube をやるのかやらないのか、この二択でいくと、やった方が稼げるに決まってるわけですよ。顔出しするのかしないのか、した方が稼げるに決まってるわけなんですよ。じゃあ数やった方がいいのか、それとも少ない数でうまくいくのか、数やった方がいいに決まってますよね。こうやって二択で選んでいくと、やることって決まってくるんですよ。だから、いや顔出しできないんですよ、大丈夫ですかっていうふうな疑問質問はね、未だにあるんですけども、それはね、顔出しした方がいいのか、した方が良くないのか、どっちが有利かってことを分かりませんかって話なんですよ。いや、まさに顔出しをして8年目の私に対して聞く質問じゃないですよね。顔出しせずにうまくいきたいんですけど、その方法はあると思いますけど、私はそれをやってません。ですんで、顔出しせずにやる方法で1億円2億円稼ぐ方法を私の経験から教えることはできません。知識から教えることができます。でもやっぱりね、知識と経験どちらが強いかっていうと、これ経験なんですよ。で、知識もある程度詰め込めば強いんですよ。でもそれは経験に勝る知識を積んだ場合なんですよ。でも多くの方は経験に勝る知識なんて詰めないです、だから一発経験した方が早いんですよ。じゃあ顔出しして何かもさらけ出してね、で喋りが上手な状態になって YouTube に一発アップロードしてみてくださいと。アクセスは来ますからそれで。でもね、でもですよ、知識だけたくさんあってアクセス集まりますかってことなんですよ。自分が実践しなければ、体験しなければ、インターネットの世界でアクセスなんて集まるわけないんですよ。どんなに頭がいい人もね、この人頭がいいですよ、私頭がいいですよって言わなければ伝わんないでしょ。だから YouTube に出るんですよ。だから顔出しするんですよ。あ、この人が喋ってる内容はこの人だからこそ発信できることなんだなって分かっていただければいいわけですよね。でもね、Twitter にいろんなね、知識の塊をいっぱい書いたところで自分に行き着くかっていうと、これなかなか難しいですよ。骨が折れますよ。確かにブログや Twitter しかない時代だったらそこで勝負してもよかったんですよ。でもね、残念ながら YouTube 出てきちゃったんですよ。YouTube をやってる人がいる横でね、文章でなんとか人の気持ちを引きつけたいと思っても、これは難しいですよ。それだけ文才ありますか？直木賞作家ですか？じゃないですよね。私も直木賞作家でも何でもないです。赤川次郎の、短編集に載せられるようなね、そんなレベルの文章を書けないです。でも、そんな高尚な文章を書けなくても、カメラ回して適当に喋ってれば、それで人の気持ちをつなぎ止めることができるんですよ。それが今8年続いてるってことなんですよ。で、トークっていうのは喋れば喋るほど上手になってきます。文章も書けば書くほど上手になってきます。全てのことはやればやるほど上手になるんですよ。やればやるほど下手になるってことはありますかね。だから数やった方がいいんですかと、少ない数でうまくいく方法ないですか、どっちを取るのか明らかですよね。まだまだこの二項対立で2つの中から1つを選べっていう感じでね、成功する確率を高めていよう行こうと思ったらいっぱいね、要素はありますけども、もう単純にこの3つだけで OK でしょ。 YouTube をやった方がいいのか、 YouTube やらない方がいいのか、どっちだと思います？もう自分で答え出てるでしょ、ね、顔出しした方がいいのか、しなくてもいいのか、もう答え出てるじゃないですか。数やった方がいいのか、少ない数でもいいのか、ね、全部答え出てますよね。だからね、聞くようなレベルではないですね、それはね。まあそれにつきますよ。お金があった方がいいのか、ない方がいいのか、時間の余裕があった方がいいのか、時間の余裕がない方がいいのか、明らかじゃないですか。でもある人に言わせればね、こう言うんですよ。いやいや久保さん、お金ってのは限られてるからこそ大切にしようって思いがあるんだと、時間ってのは限られてるからこそ大切にしようって気持ちになるんだと、時間がたくさんあったらむしろだらだら過ごしちゃいそうですよね。お金がたくさんあったら何に使っていいのか分かんないし、大体お金をたくさん持ってる人って破綻しますよねみたいな。それはね、時間もお金もたっぷり持ってから言ってください。少なくとも時間とお金そこそこ持ってる私の生活壊れましたかね、金銭的におかしくなりましたか、ね、私に言うことじゃないんですよ。それはね、お金を持っておかしくなる人はいるんですよ。その人に対して言ってください。時間がたっぷりあると時間が大切にできなくてダラダラしちゃう人がいます。そういう人に言ってくださいと。少なくとも私とのやり取りする中でその質問はね、私がお金を持ったからってお金に対してだらしなくなってますね、シビアになってますよ、ますます。で、未だに節約してるわけですよ。電気代を、会社を切り替えて毎月3万だった電気代を2万にしてるわけですよ。携帯代毎月3万払ってました、去年の今頃まで。今は携帯からプラス10万利益を生んでます。そういうふうに切り替えてるんですよ。
全てのことに対して私はシビアにお金を減らしてお金を増やす、こういうことをしてるわけなんですよ。出費を減らして収入を増やすことを未だにしてるんですよ、ね、やればやるほど、あ、こうやったらお金って作れていけるんだ、こうやったらお金って無駄が減らせるんだっていう知識があるんで、それを使っていくんですよ、ね、だからもっともっとお金に余裕ができていく。で、時間的な余裕、こうやったら時間的な余裕ってできていくんだ、こうやったら時間的な余裕ができなくなるんだ。そして今私はこう思うんですよ。今私はほとんどの時間自由です。この自由な時間をお金で売るつもりがないんですよ。でもなぜかね、忙しい人は時給800円よりも1000円っていう風に、結局は時間でお金を売っちゃうんですよね。逆か、お金で時間を売っちゃうんですよ。私は今無料でも働くことができるぐらい時間の余裕があります。だからこそ時間むちゃくちゃ大事なんですよ。こんなことに使ってられるかとかね、思うわけですよ。ちょっと先日も町内会のね集まりがあったんですけども、まあ、クソくらいだなと思ってますね。こんなことでねチャラチャラしてる暇はねえなと思いますね。行かなかったですけどね。いや、町内会行ってそこであのなんですかね、予定調和をやって、で帰ってきてすっきりするだけなんですよね。もう私はね、その町内会入って3年目で会長になりましたけども、もう隅々までやって分かりました。私の町内会だけかもしれませんけども、全くの無意味ですね、やることに。ただ町内会に依存しないといけない人がいる、町内会を頼りにしている人がいるのは分かります。だからその人のためには町内会ってあった方がいいんですよ。ただ私は町内会がない方が自由なんで、近寄らない方がいいなと思ってるんですよ、ね、こうやって全ては相対関係であります。私にとっては町内会はいらない、誰かにとっては町内会は必要、必要と思う人がやればいいんですよ、ね、でも久保さんみたいなね、若くてやる気のある人がやってくんないと、これからの町内がなんとかかんとかって言いますけども、私は町内がなくても全然困りません、ね、町内がない方が自由でいいんです。だから終わりですからね。だって町内会の会合があったら、私あれこれできない、あれこれできないし、あの家のこともできないし、大和君と遊べないじゃないですかね。いや、私大事だと思わないんですけどね。もしかしたらいつか大事に思える時が来るかもしれないですけどね。だからこうも言われるんですよ。そうは言ってもね、久保さんも年を取ったらやっぱり周りの人、町内会が大事になってくるんだから。わかりました、年を取ったら多分そういう気持ちになるんで、その時にやりますと。それじゃダメですかって話なんですよね。だからね、ある程度はね、持ちつ持たれつなんで、誰かのためにやってあげることがいずれ自分が恩返しをする側になるってことは分かります。分かるんですけども、でもそれは私はね、例えばビジネスとか投資の世界でしっかりとやってればいいかなと思うんですよ。 YouTube、 先日も YouTube でクラウドファンディングやりましたけども、おおむねお金は集まりました、ね、YouTube を通じてこうやってね、自由な活動と強い信頼関係が結べるわけですよ。町内会と比べると私は YouTube ですよね。で、 YouTube で町内会の話をすると、そこでね、29万8千の町内会長のメッセージが4件に売れたわけですよ。どうですか、町内会活動やってきて、もう誰一人お金くれないですよ。誰一人時間的な自由はくれないです。でも YouTube の向こうにいる人は私の商品を買ってくれて、すごく尊重していただいてるんですよ。やっぱりね、どっちを大事にするべきかってことを私考えちゃいますよね。お金を払ってまで私と関係を作りたい人を大事にした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあこういうふうにね、相対関係にあるんですよ。近所の人が大事なのか、 YouTube の向こうの人が大事なのか、それは一つ結果が出ればしょうがないですよね。そして相対関係、お金があった方がいいのかない方がいいのか、私は少なくともお金がないからこそお金を大事にする気持ちが生まれるっていう、そんな性格ではないんですよ。お金がたくさんあるからお金の大切さが分かるんですよ、ね、だってお金がなかったら今の暮らしできないんですよ。お金ありがとうですよ、ね、月収20万30万、そして場合によっては40万50万、その中で暮らしてらっしゃる方もいるでしょう。私はでも、もっともっと高い月収の中で、しかも時間的な自由の中で暮らしてますから、本当にお金と時間の大切さが分かるんですよ。絶対にこれを手放したくないんで、それは行動の原動力にもなってますし、まあ今となってはね、そんなものなくても行動の原動力がありますけどね、それはとりあえずやるみたいなね、なんかその結果とか理屈は抜きにしてとりあえずやると。例えばこの億万長者合宿のリレーは、送られてきた返す終わりみたいな、細かい理由はないです。その他に結果的に収入になったりするだけなんですよね。結果的にです、それは。でも多くの方は私みたいな感覚にはならないと思いますので、まずはお金のために、時間のために働いてみてほしいですし、スキルアップのために、信頼構築のためにやってもらいたいなと思います。さあ、じゃあ最後にまとめていきます。
動画をやった方がいいのか、やらない方がいいのか、当たり前でやった方がいいです。顔出しした方がいいのか、しないでもできるのか、した方がいいに決まってると。ね。そうでしょう。それ以外ないでしょう。で、数やった方がいいのか、少ない数でいいのか、たくさんやってください。すべてはそこから始まります。まあ、この3つのね、回答に未だにうじうじ悩んでるだったら、お金には好かれないし、時間には全然好かれないと思いますね。じゃあ、いってらっしゃい。